思い出のガンプラキットレビュー集。ハイグレードメカニクス。モビルアーマー。ノイエジール。ハイグレードメカニクスとは、2001年からバンダイさんが展開したプラモデルシリーズである。ハイグレードユニバーサルセンチュリーでは商品化が難しい。大型の機体をリリースするはずだったんだけど、機動戦士ガンダム0083、スターダストメモリーに登場したモビルアーマークラスの機体、ガンダム GP03 デンドロビウム、ノイエジール、グアルグアロの3種類をキット化して、惜しまれつつも終了したすんばらしいシリーズなのだー。多分ね。この頃のハイグレードシリーズは、結構当たり外れが多かったんだよね。ハイグレードなんてついてても、すんげえ癖のあるキットも多かったんじゃー。モビルアーマー、ノイエジールとは、機動戦士ガンダム0083、スターダストメモリーに登場するモビルアーマーの代表選手である。アナベルが搭載後の機体なんで、ジオンフリークなら当然知ってるのが常識の機体なのですよ。まさに、星屑のステージで、涙を敷き詰めちゃった機体だったのさー。本編では当然大活躍で、印象的なシーンもすんげー多く、モデラーもキットが欲しかったもんだけどー。当時はバカ高くてすんげー表ガレージキットしかなかったわけで、意外と立体化に恵まれない機体だったのですよ。その後待つこと10年、ようやく発売されたリアルなプロポーションのノイエジールがこのキットだったのだー。BB 戦士の方が少しだけ早かったからね。キットの値段は1200円、2002年の発売だったんだよね。このシリーズでは、一番破綻が少ないと言われているキットなのですよ。他のキットはディフォルメがひどくて、何これ?な状態だったのさ。550分の1スケールなんで、すんげー小さいキットなんだよねー。各部の形状はまずまずなんだけど、リード戦士用の優先クロアームはともかく、差し替え式で再現されていた各州では、すんげー華奢でキットを倒したら一発で付け根から折れましたよ。こんちくしょう。台座が小さいんだよねー。モールドが意外と多いんだけど、嫌味にならないようなのが超素敵。でもねー、頭部とか細かい部分のモールドが埋まりがちなのが惜しいよねー。再販版では、金型の劣化のせいなのか?さらにモールドが甘くなったように感じたねー。優先クロアームのクロが脱落しやすかったのは、相変わらずだったけどね。まあね、この内容で1200円ってのはどうよ?って思うんだけども、キット化なんてされねえと思っていたキットだけに、その意味でモデラーの評価は上々だったのですよ。と悩んだやつも、とりあえず会話してたよねー。瓦礫と比べれば、すんげえ安いわけだからねー。マスター、あの客、ノイエさん買うと思う。いや。怪しいなー。買うやつは、大抵デンドロさんも一緒に見るからねー。一個で悩んでるやつは買わないんじゃないの?おっと、キットの4面を確認しだしたね。彼は買う気満々だよ。若いってことは素晴らしいねー。これください。はい、毎度ー。あのさ、聞こえてたよ。おまけの同スケールの GP03 ステイメントザクF2、それに、ビームサーベルやハイブのアンテナは、ホワイトのアサフレックス製なのが気になる点ではあるけれど、ジオンフリークなら買うっけないキットなわけですよ。デカールやシールは入ってないんで、ジオン用のガンダムデカールは必須だねー。ガンプラでは壊れやすい部類のキットなんで、関節固定でデンドロビウムと一緒に飾るのが定番なのだー。今ならガンダムコレクション版の方がおすすめだけどね。